ひしかり高永は日本の教育者。東京都立八王子東高等学校第2代校長。東京都出身。専門分野は日本史。1940年4月に東京府立第一中学校を卒業し、1941年4月に旧正第一高等学校に入学。大東亜戦争の影響で一校を1943年9月に、 卒業。同年10月に東京帝国大学文学部国史学科に進む。学徒出陣の最中であったが、配信順のため兵役を免れる。大学に残ったものの、終戦までの2年間は農村や軍需工場に向かわせられることが多かった。東京大学文書館には彼による、この記録、第1、軍事交渉配属東京帝国大学文学。 勤労報告体報告書が残されている。一年の留年を経て1947年に東大を卒業後、家族の疎開先である群馬県に移り住み、群馬県立高崎中学校に教員として就職。1949年、在職中に石坂富士と共に世界歴史年表を出版。1950年に上京し、 東京都立駒場高等学校に26年間、勤める。その後1976年に、都立千歳高校教頭につき、1980年に旧地の中であった石坂の公認として、東京都立八王子東高等学校長となった。教員を退職した後も、国立歴史民俗博物館にて、同心公会の普及部長を務め、 同博物館ともの会を立ち上げるなどの活動をしている。ありがとうございます。